お世話になります、ヒトリーでございます。鎧の孤島で登場するダクマはウーラオスに進化させる際にストーリーを進め、塔での修行を経て掛け軸のところで進化できますよね。ですからダクマをウーラオスに進化させるには地味に時間がかかると思います。では別のソフトからダクマを手に入れて直で掛け軸に連れて行ったらどうなるのでしょうか。気になりますよね。気になって眠れない方は多いと思いますので、そんな眠れてない方のために今回は交換で入手したダクマを修行させずに直で掛け軸に連れて行ったらウーラオスに進化できるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあまずは他のソフトでもダクマ入手済みですので、ここで通信交換をして手に入れていきたいと思います。まあ適当にラッキーでいっか。はい、これでダクマをもらっていきましょう。オッケー、来ましたね。はい、ダクマちゃん登場でございます。と一人意味から送られてきましたって感じですね。はい、じゃあここにダクマレベル10ちゃんと手に入れました。で、私はこの水の塔をですね、もうすでにクリア済みですので入っていきたいと思います。これでね、できるかね検証していきましょう。もうすでに戦っていますので敵いませんよね。ですのでもうすでに終わってるんですが、掛け軸はちゃんとあると思います。うわ、これ結構ありえんじゃないの。普通にいけますよね。オッケー、これでどんどん上がっていきましょう。はい、ラスト1回かな、ここかな。はい、最上階来ました。掛け軸ございます。ここに入っていけばいけんじゃない、もしかして。あ、え、待って、進化させますか。あ、いけんの。あ、いけんだ。え、マジか。いけんだ、できないと思ってた。マジか。あ、普通にいけんだね、これ。マジすごっ。え、マジか、これ。え、マジか。じゃあ10レベルのウーラオス作れんだ。マジかよ。水流連打を覚えたい。え、水流連打の代わりに他の技を忘れさせますか。いや、忘れさせようよ、そこは。マジか。え、これいいじゃん、めっちゃ。うわ、これめっちゃストーリーやりたくなりますね、これで。マジか。私これ最後できなかった、はいちゃんちゃんみたいな感じでくだらない終わり方にしようと思ってたんですけど、まさかできちゃいましたね。ちゃんとレベル10のウーラオスできました。うわ、やば、マジかよ。それでふかしの拳でしょ。いわくだけ水流連打こらえる気合だめ。水流連打だけ強いっていう。すげえ、マジか。ということで検証結果、交換で入手したダクマを修行させずに掛け軸に直で連れて行ったらウーラオスに進化できるでした。先ほども言いましたけど全くできないと思ってたので本当に予想外でしたね。でこれができるということは育成とかも非常に楽になるかと思います。というのも私他の動画でダクマを量産できるのかってことをやったんですけど、その際にその動画のネタバレになっちゃうんですが、ダクマはバッチ0個でもうすでに10レベルのやつ入手できるんですよね。で本来だったらウーラオスに進化するためにはストーリーをクリアしてそこそこ時間かかりますよね。それやんなくては進化できないんですよね。ただクリア済みのソフトさえあればバッチ0個の状態でダクマを入手して、で別のソフトに送ってウーラオスに進化させればストーリーをクリアしなくてもウーラオスが手に入るので育成がすごく効率化されるんじゃないかなと思います。ていうか一つ思ったんですが、あの修行は全く無意味。